父さんが牧師に辞めたらまた一緒に住めるんでしょ。どれだけあの子のこと傷つければ気が済むのよ。俺見たよ、あんたと海藤の日本タイトル。そっから全然ダメじゃない。世界チャンピオン目指したの？マジで狙っちゃうかな。もう一度輝きたいなんて思ってねえだろうな。私としたいの？これ以上みっともないとこ見せないでよ。お前もう二度とボクシングすんじゃねえよ。お前が変なことになる前にこの世界やめろ。なれるわけないでしょうが、あんたの子供が世界チャンピオンなんて。まあ十分頑張ったろ。壊れたおもちゃたちの、みんないつか何か見たいって人生を期待しながら生きてきたはずなのにさ。万が一片目が見えなくなってもこっちの目でカナも赤ん坊も見えるよ。あと僕だね。勝ってね。俺らインド渡し合うしかないっしょ。世界中がテキラだけの今夜に感謝するよ、ありがとう。スーパーに勝てよ。人生変えんじゃねえのか。この死があるから今の俺がある。絶対ぶっ殺すって決めてんの。やっぱこれだよな。アンダードッグ。